はい、皆さんこんにちは、ワネルグルービジです。では今回は、信長の野望じゃないですね。もうね、EU4 なんですけど、毎回信長の野望って言っちゃいますね。EU4、織田家信長プレイ続けやっていきたいと思います。まあ、最終的にはね、大陸で出兵する、朝鮮出兵、明出兵というところをやっていきたいんですが、今回はですね、まあ、その準備を行っていきたいと思います。前回までに、足利幕府を倒して、まあ、信長がね、政権を取った、織田家が政権を取ったというところまで、プレイのをしてきました。で、実はですね、少しロケハンの方をしまして、朝鮮出兵をやってみたんですけども、まず海戦で敗れると。まず海軍の増強、拡充。これが急務だということが分かりましたので、今回は内政と、あとは海軍のね、拡充ということで、造船を中心にやっていきたいというふうに思っています。では早速始めていきましょう。まずはですね、内政という意味では、中核集化、あとはですね、お金の獲得をしっかりやっていきます。じゃあまずは財政の見直しからしていきましょう。当分、戦争はしないつもりなので、要塞費用は全部削減します。で、これによって収支がプラス 4.39 になってます。でね、この陸軍の維持費下げたいんですけども、陸軍はですね、反乱軍がちょいちょい出てくるので、それの鎮圧のために必要になってくるということから、陸軍の、まあ、維持費はね、マックスを維持したいと思っています。では、中核集化やっていきましょう。まあ、このあたりは上から特に考えずに入れちゃいましょう。じきに全部やる前提です。で、さらに、開発関係ですね。ここは、お金がね、ビビットに増えていくところを中心に入れていきましょう。やっぱりね、石見、出雲、このあたりの金山あるところが、一気にお金がドカッと増えるので、入れていきます。あとはですね、人的資源が完全に枯渇しているので、このあたりのケアも忘れずにやっていきたいと思います。で、肝心の海軍。で、キャラックをですね、まあ、増やしていきたいので、キャラックを増やせるだけ増やします。では、これでまったり時間を進めていきましょう。ちょうどこの動画をね、配信できる頃には、タイに向かっているまさにその近辺だと思うんですけど、今回はですね、まあ、タイに行ったら昼間もしっかり行動しようかなと思ってまして、三大寺院。タイの三大寺院といえば、ワットプラケオ、ワットポー、ワットアルフ。まあ、皆さん聞いたことがある方も、当然いらっしゃるかなと思うんですけど、まあ、このね、三つの寺院を巡ってみようかなと思ってます。でまあ、その三つの寺院巡るだけだとね、当然つまらないんで、まあ、夜も多少、遊びはしていこうかなと思ってるんですけど、これはね、三つの陣の巡りは、何としてもやろうかなと思っています。まあ、内政の一環として、まあ、外交もやってます。同盟結べるところはもう同盟を結んじゃいましょう。外交官が不足してるところは、まあ、しょうがないですね。とにかく今は、まあ、国内向けにはね、しっかり、内政を行って、国力をつけて、お金を手に入れて、その上で、朝鮮出兵のための海軍戦力、まあ主に造船ですね。これをやっていきます。で、ワットアルンとかはね、川沿いにあるお寺なので、まあクルージングもできたらクルージングに行きたいなとは思ってるんですけど、まあ一人でクルージングっていうのもね、さすがに寂しいので、できれば女の子を同伴したいんですけどね。同盟が結べるところはどんどん同盟を結ぶ。もう国内はね、信長の天下になってるので、あえて敵対的な行動には出ず、味方を増やす。まあ、そういう動きを模索してます。で、まあ、クルージングしたり、あと夜はね、ルーフトップバーとかも行こうかなと思ってるんですけど、一応今回、
もうね、タイの女の子わかんないんですけど、アポは取ってあるんですよ。3泊4日、4日弾丸なんですけど、一応3泊4日全日程で女の子、まあ一人の女の子なんですけど、アポは取ってあるんで、まあその女の子と朝から晩までいるのか、泊まっていくのかとかも全然わからないんですけど、もしね、泊まらずに帰っていくようであれば、夜は、やっぱり5号バーに繰り出そうかなと思ってるんで、まあそのあたりのレポはね、ツイッターの方、ちょいちょい、覗いていただければ嬉しいかなとは思います。ちなみに今、朝鮮と先端を開いた場合は、外交官がいないから、それも確認できないから残念。ではまた船を作っていきます。キャラク。で、中核集荷も行っていきまーす。お金はね、喉から、それこそ手が出るほど欲しいので。京都のこれ開発もむちゃくちゃ金になるね。おっと、美濃はさらに金になる。なんなんだ。だいぶこれで、助かるぞ。5.40 まで回復している。ありがたい。これで海軍をひたすら強くしていかなきゃいけないので、ちょっと皆さんからするとね、退屈だと思うんですけど、戦争もせずに、だらだら、僕の話を聞いてもらうだけになっちゃうので。なので、まあ、三大寺院をめぐって、まあ、ワットポー、ワットアルン、あとはワットプラケオ。で、ワットアルンは昔ね、ミカミックスとかと行ったことがあるんですけど、ワットポーはね、前を通っただけでしたね。もう疲れちゃって。で、ワットプラケオはちょっとね、素人だけで行くのは当時どうだという話もあって行かなかったんで、まあ、今回、その三つの寺院をもう一度改めて行くっていうのと、ナイトクルージング、あとはルーフトップバーは行きたいですよね。大友との外交が、同盟予定まで行けるね。これで同盟を提案しちゃいましょう。で、アイヌとも同盟を提案して同盟を結ぶ。もうこれでほとんどの国内勢力とは同盟を結んだんじゃないかな。何？足利が残っている。足利とは同盟結ばなくてもいいかな。芝家とは同盟を結ぶために改善を行います。キャラックはもう何隻か欲しいので、ちょっと造船をこまめにこまめに入れていきましょう。で、ここで何だって、武田の分離独立主義勢力、こやつらを成敗しなきゃいけないわけだな。へえ、13,000、これを会議仕向けましょう。やっぱり陸軍の維持費削減しなくて正解でしたね。ちょっとひとまとめにしちゃいましょう。で、かつ指揮官も雇っちゃいます。で、同じことを船でもやっておきましょう。忘れそうなので。赤松氏の復権、赤松に播磨を譲って赤松を属国化するか、悪くはないな。正当性15が一気に手に入るっていうのはすごくいい。赤松の名誉を回復するかどうか。いや、ここは無視だな。では提督を雇っていきます。アイヌからの軍事通行権か。これはまあいいでしょう、好きにやってくれと。
という話かな。戦争疲弊度もちょっと改善していってあげなきゃいけないよね。確かにね。戦争疲弊度を、まあ、外交力を使ってでも少し削ってあげましょう。日本統一早く入れたいんで、この決断のね、これで、正当性100、統治力100、外交力100、軍事力100が必要なんですけど、正当性100がね、結構時間がかかるんですよね、項目としては。ロケハンした時はね、明と朝鮮の連合艦隊が40隻プラス10隻後から増援できて50隻が相手だったんですけど、信長の艦隊が30隻強、まあ、40弱で、完全に敗北したので、我々も50隻ぐらいからなる艦隊をやっぱり用意をしたいなというふうに思ってます。そう考えるとちょっと全然足りないなと、艦艇の数が。ここをだからまずはずかずかと増やしていかなきゃいけないんですよね。これに時間がとにかくかかる。で、お金になるところに集中投資をしていきましょう。ようやくちょっとあれかな、軍事力っていう意味の資源、人的資源が、まあ、回復傾向になってきましたかね。かなり厳しい状態だったと思うんですけど、でお金も収支が 7.23 と安定してきた。ゲーム開始当初は絶望的でしたからね。人的資源に余裕が出てきたら歩兵もしておきます。忘れないで、早めに、そして確実に。どうしてもね、朝鮮で戦う兵の数は必要になりますからね。対馬が農民に占領されてんだな。もっとね、お金を改善したいなというところなんですけどね。上杉と宇都宮が戦ってるのか、この信長が介入してこの戦争を終わらせてやると言いたいところなんですが、さらにじゃあここからはちょっと小型の船舶を随伴艦、護衛艦という位置づけで作っていきます。あとは輸送船ね、輸送船を作っておかないと結局のところ陸軍を運搬できないのでね。いやもう55番もね、楽しみだけど、今回だから昼間のアポイントメント次第では、マッサージに行けないかなと思ってるんですよね、エロマッサージに。必ず行くことにしてるエロマッサージについに行けないんじゃないかっていう、ちょっとそういう心配があるんですけど、朝はさすがにね、マッサージ屋さんやってないんで、朝にちょっと行こうっていうのができないのが悔しいんだよな。で、安土城のイベント出てるんですけど、これ安土城を作ると、
お金が300かかるんですね。これはちょっと無理だということなので、安土城の建設はやらないです。安土城建設しちゃうともう、金がすっからかんになっちゃうんで。艦隊をちょっと今集めてます。一箇所に集めて、一旦ね、今の艦隊規模を確認しておきましょう。で、さらに外交か。まあ、できるだけ、繰り返しお話してる通り、敵は少なく、味方は多くというふうにしていきたいので、ちょっと今そういう動きをね、確認してます。家康がまだ同盟結べる状態にないんだ。上杉とは同盟提案して同盟結んじゃいましょう。参戦要請。はあ。上杉が宇都宮に対する、上野の生産、征服戦争への参戦を求めています。はあ。まあ、ちょっとここはじゃあ受け入れる？幕府がつくっていうことの意味を考えた方がいいんだよね。上杉と宇都宮の戦争なんですけど、宇都宮は畠山と同盟を結んでいるので、これ戦争すると幕府と上杉軍 VS 宇都宮畠山という戦いになると思うんですね。これを受け入れるかどうか、ちょっとこれは悩みどころだな。仮に戦争に発展した場合、宇都宮と畠山を潰せるというのは大きい。よし、受け入れましょう。何？ここで北条の分離主義者どもが、武蔵で放棄か。まずはじゃあこれを撃破していきましょう。で、芝との外交はマックスに達しても、同盟結べないんだ。もう頑固だね、柴家は。まあ、ただ柴、あれだね、あの畠山は参戦してきてないね。であれば、このまま宇都宮を潰してしまいましょう。後悔するがいいということだね。ちょっと待ってね、これむちゃくちゃでかいぞ。ダガット267、中国ヨーロッパ交易省の大規模な派遣によって中国の磁器の需要が急増。おお、これによって我々はダガット267維新20を獲得いただきましょう。で、今の収益をもう一度戦争始まっちゃうとね、要塞が有効化されてしまうので、要塞を無効化して、さらに海軍も削っておきます。
余計なことしてくれるな。宇都宮がこの武蔵を占領とは片腹いたし、すぐに奪還しましょう。で、家康との同盟が提案できない。あさて、じゃあまた歩兵をしましょう。ちょっとね、兵の数が足りないかなというところなので、で、さらに、ガレー戦。36隻の艦隊になったね。これくらいの規模でね、前回臨んだら、朝鮮と明の連合軍の前に大敗を喫してしまったんで、ちょっと今回はね、そうならないようにしておきたいと思います。陸前で反乱、即時鎮圧しないといけないな。上杉からの外交はしっかり、受けていきます。で、ここに入っている武将がいないんだね。なんでここは武将を雇いましょう。信忠が一団を率いているのだったら、もう一団は青木さんが率いると。青木さんが1万5000の騎兵を率いるのか、なんかちょっと怖いよね。青木さんが裏切ったらどうなるんだろうっていう意味では。50世紀からなる艦隊ができたら一度明とのね、戦争を、朝鮮との戦争を視野に入れていきます。じゃあちょっと外交から行きましょう。朝鮮とは同盟は結ばない。朝鮮は攻略の対象でしかない。朝鮮から入って民にね、入っていくっていうのをちょっと考えておきたいかなと思う。で、一色が放棄したという話だったな。ここだな。じゃあここに青木さんの軍を送り込みましょう。いや、本当にさ、放棄する敵の軍の規模1万とかすごい大きいよね。まあ、その分弱い軍ではもちろんあるんですが、ミッション完了。どれが完了できる？これだね。神父。神父ができるなら神父入れよう。神父を完了すると、海軍の伝統が20。年間海軍伝達がプラス 0.25。海軍式の回復速度が 10%。悪くないね。すぐ入れよう。
有益だ。交易商。これも悪くないね。交易効率がプラス 10%。うん。で、少しずつ溜まってきているものを吐いていきたいので、まずは開発。で、あと金だね、金。とにかく、金の亡者なんで。金を。獲得していきましょう。で、あと安定度なんかもね、定期的に対応していきます。軍事技術のアップデートはまだできないか。実的に資源7042。これ、クソでかいな。追加の税金の徴収。金か。いや、金だな。ここは金に。とにかく金にすがろう。で、キャラベル、ガレを、ちょっといくつか作っていきましょうか。これによってだいぶ戦力が、金を得たことにより、一気に増強できる。文句がないだろう。これほど増強をかければ。この規模の艦隊を用意できればね、さすがに民、朝鮮、連合軍も、屈服させることができるんじゃないかな。50隻からなる艦隊になりましたね。では一旦造船を待つという作業は終わりにして、こっから、いよいよじゃあ朝鮮、民との戦いをね、していこうかなと思いますので、今回ちょっと何も見ればなかったんですけども、一旦ここまでにさせていただいてですね、次回、ついに、悲願、朝鮮出兵を行っていきたいと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が、面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。